はい、じゃあ続きいきますか。いよいよ三投手プラスクラウザーです。じゃあまずビリーからいきましょう。まあ、別動画でドムカラーと言われてるやつですね。何がいいかな、これは。あれ、当たんね。こんな感じかな。あとは、3発当たる。どうだ。まあね、とりあえず何だって当たるという。あ、だいぶ連射してはいけない。届かねえ。あ、投げちゃった。投げちゃいました。それじゃあ、超飛いきますか。いくぜ、超飛。開幕いきなり4ゲイザー。あ、やべ、死んでた。あ、死んじゃった。前に進むゲイザーは、ちょっと立ち悪いかもしんですね。じゃあ、連続ができます。足払いキャンセル、ボーゲイザー。あ、届かねえ。橋限定かな？橋限定だったらね、もうちょっといいのがあります。いきます。あ、キャン。連続技というか、ま、回して即死。あ、星3つぐらいじゃちょっと足んなかったかもしれないですね。それじゃあ次アクセルで変な色。さーて、アクセルが極悪な理由は、このおっさんはね、これでね、下ろしてくんねんすよ。しかもこの、新技。あれ？違う。新技がね、ちょっとコマンドが完璧じゃないんで。あれ？これ。これ反則っしょ、あれ。これ。とんでもない反則技っすよ。コンピューターアクセルがね、発狂状態に入ると、下ろしてくんねんすよ。ひでえことに。あれ？まあ、唯一というか三投手の中では、普通の調皮ですよね。火ですよ。お、もう下ろしてくんねんすもん。タコ殴りっす。多分このゲームの中では一番極悪なキャラだと思います。先手必勝でやり抜けないと、こっちが死ぬ。ただこれ超飛の連続技できないんですよね、ほとんど。まあ繋がってはいますけどね。普通の技で殴ったのはよっぽど強いという。ちょっとあんまり、見せるといった意味では面白くないですね。で、ローレンスです。青いマサト。さて、このおっさんは面白いですよ。私の大好きなおっさん。まあ、実際ガロスペジャー使ってましたからね、持ちキャラとして。これが、これです。昇竜拳、昇竜拳つか、
コマンドがね、ちょっとめんどくさいんです。